カラコルム山脈は、パキスタン、インド、中国の国境付近に横たわる山脈である。アジアの大きな山海の一部として、抗議のヒマラヤ山脈の一部であるが、競技のヒマラヤ山脈とは、独立した山脈である。氷河の多くが瓦礫に覆われている。カラコルムとは、チュルク語、モンゴル語で、黒い砂利という意味である。カラコルム山脈には、世界、 第2位の K2 を筆頭に60座以上の標高7000メートル以上の山が存在している。これらは主にパキスタンの北方地区に集中している。山脈の長さは500キロメートルにわたり、極地を除けば世界最大の氷河地帯もある。70キロメートルのシアチェン氷河と63キロメートルのビアフォ氷河は、極地を除けば世界で2.3番目に長い氷河であるである。 カラコルム山脈は北東部でチベット高原に接し、北にはアフガニスタンとタジキスタンの国境がある。他にパミール高原にも囲まれている。北西部はヒンドーラジ山脈を経てヒンドゥクシュ山脈につながっている。南部はインダス川、ギルニット川、ショーク川といった川によってヒマラヤ山脈との境界が作られている。標高が高く起伏に富む地形のため、 カラコルム山脈は人が住むのにあまり適していない。ヨーロッパの探検家が最初にこの地を訪れたのは19世紀初頭だったが、その後イギリスの測量士が現地に入ったのは1856年であった。マスタフ峠は1887年にフランシス・ヤング・ハズバンド大佐の遠征で横断された。また、フンザガー上流の谷は1892年に、 ジョージコクリルによって探検された。その後1910年代から1920年代にかけての探索によって、この地域の地理の大部分が判明している。クンジュラブ峠の中国とパキスタンの国境警備隊、カラコレム山脈とヒマラヤ山脈は、地球科学においていくつかの意味で重要である。まず、これらの山脈は2つの大陸の衝突によってできたものであり、これは、 プレートテクトニクスを研究する上で重要である。氷河は気温や降水量の長期的な変化によって長さが変動するため気候変動の観測にも利用できる可能性がある。4000万年以上前にこの山脈ができた時にこの地域を中心として大規模な気候の変化が訪れた可能性も指摘されている。大量の岩石が二酸化炭素と反応して風海することにより 大気中の温室効果ガスが減少して氷河時代の引き金になった可能性がある。K2 カラコルム山脈内の主な工法はパキスタン北部にある。主な山には以下のようなものがある。多くの広報がラダクやバルティスターンに集中している。バルティスターンには海抜6000メートルを超える山が100座以上存在する。ありがとうございます。